マプトはモザンビークの首都、同国の南端に位置し、単独で州を構成する。天然の良好でモザンビーク最大の近代的な都市である。植民地時代のポルトガル風建物も多く残っている。人口は約100万人。インド洋に臨む港町であり、マプト川が流れ、マプト湾へ注ぐ。マプト市の経済はこの近代的な港湾を中心とする。 公式の統計による総人口は約100万人である。実際にはスラムと非公式の居住地のためにそれ以上の住民がいると推定される。ローレンソ・マルケス通りマプトは18世紀にポルトガル人によって創建された。この地方を1544年に最初に探検したポルトガルの貿易商人ローレンソ・マルケスの名にちなみ、ローレンソ・マルケスと命名された。 1895年、南アフリカのプレトリアと結ぶ鉄道が開通し、都市人口が増加した。1907年、ローレンソ・マルケスはモザンビーク植民地の首都となった。独立後、都市の名前は現在のマプトに改称された。マプトは計画都市であり、街路は直行し、道幅は広い。しかし、独立の過程において、ポルトガル人に放棄されてしまったため、 地方の部族の村から直接に出てきた住民によって占拠されることが少なくなかった。これらの住民は近代的な都市生活に満足せず占拠した家を破壊した。激しい内戦によって破壊の度合いはさらに著しいものとなり2004年頃まで都市は大きな損害を受けたままにあった。その後修復と復興が開始され古い建物を修復するのではなく 新たな建物が木興しつつある、中山階級によって建てられている。しかし公共サービスは依然として信頼性がなく、不安定な状態にある。マプトは、マプト湾の西側、天辺川の河口に位置する。マプト湾は奥行き9 5トル幅3 0トルである。マプト川が、マプト湾の南端で海に注いでいる。高級ホテルポラナ欠片の気候区分で、 サバナ気候に区分される。マプト港からの主な輸出品目は、石炭、木綿、砂糖、クロム、サイザルアサ、コプラ、機械類である。また、モザール社のアルミニウム精錬のプラントがある。マプト市街マプトの鉄道駅舎モザンビークの隣国の南アフリカ共和国、ジンバブエを結ぶ鉄道の出発駅がある。マプトは、モザンビークの南端に位置して、 鉄道が国土を縦断していないため、北部との経済格差がある。道路は長く続いた内戦時代の後遺症で、各地に地雷が無数にあり、発展を阻害する要素になっていた。しかしながら、近年はこれらの事態を克服しつつあり、プラス成長に転じた。マップとホームとするいくつかのサッカークラブがある。モザンビークレキシ博物館、軍事博物館。 ローマカトリックのファティマの聖母大聖堂がある。ワールドウェザーインフォメーションサービスマプート。ワールドミティラロジェクルオーガニゼーション。2012年12月7日、閲覧。アベレージコンディションズマプート、モザンビーク。BBC ウェザー。2012年12月7日閲覧。ありがとうございます。